寝そべるスノーマン佐久間大介に愛猫2匹が乗ったくつろぎショット公開。アニマリング見てたらこうなった。8月15日のアニマリングに出演した佐久間が放送を鑑賞している時の一コマ、スノーマンの佐久間大介が自身の公式 X、旧 Twitter で愛猫とのくつろぎショットを公開した。佐久間は、アニマリング見てたらこうなったと、白 T シャツ&パンツ姿で寝そべりリラックスしているところを写した自撮りショットを公開。佐久間の上には、佐久間の愛猫2匹が乗っている。佐久間は、8月15日に TBS 系で放送されたモニタリングの姉妹番組のワンニャン観察バラエティ、アニマリングに出演。アニマリングの放送でもアニマル愛を炸裂させていた佐久間らしい、愛猫からの愛されショットになっている。可愛いしかない世界、アニマリングで他の猫を可愛がる佐久間に、やきもち焼いちゃった、などといった声が続々と到着している。